三重県立大岡高等学校は三重県滝郡滝町にある三重県立の高等学校である。次の教育組織がある。2019年度入試より30県立高校で保護者の転従を伴わない県外からの入学志願者枠が拡大されたが大岡高校では県外入学枠は設けられていない。総合的な学習の時間をドリームチャレンジタイムと名付けている。 孫の店、大家フードネットも参照。孫の店食物調理課では実践教育施設としても、カ来家、ふるさと村内にレストラン、孫の店を店舗運営。たびたびテレビ番組などでも取り上げられている。また、トキオの松岡正弘主演でこれらをモデルにしたドラマ、高校生レストランが日本テレビ系列で2011年5月から7月まで放送された。 卒業生は、大カフードネットを設立し、総菜店、先輩の店を運営している。2013年に、オーストラリア調理師連盟の主催する2013、高校生国際料理コンクールで、大カ高等学校の2名のチームは、金メダルを獲得し、同コンクール7回目で、大カ高等学校初の総合1位を受賞。2016年に開催された伊勢島サミットで、 昼食会に出す料理の調理を担当した。生産経済科では地域の特産物である伊勢芋を栽培し、三重大学大学院生物資源学研究科と共同で有料な種芋を研究している。2014年は3 0 0ラムを収穫し、食物調理科の生徒によって調理された。2010年10月には伊勢茶や柿の葉エキスを配合した。 マゴティ T ハンドジェルを開発、地元のスーパーマーケットなどで販売している。これをきっかけに、大見兄弟社や万共生薬とのリップクリームや、ハンドクリームの共同開発も始まった。授業の一環で、松阪牛の肥育を行っており、松阪肉牛共進会にも出品している。第45回全国高等学校野球選手権、大会第61回全国高等学校野球選手権、 大会第65回全国高等学校野球選手権大会ありがとうございます。